オートミール、オートミールとは、塩漠を脱穀して調理しやすく加工したものである。また英語名の、オーツから、オート麦、オーツ麦、オートとも呼ばれる。アングルアメリカでは塩漠を押し潰すかカットした加工品をオートミールと呼ぶ。また、上々に調理したものを指す。それ以外の英語圏では塩漠を引いた粉製品を意味する。全粒穀物であるため栄養が豊富で、 水や牛乳、豆乳等で煮て、上々にして食べるほか、料理の副材料として用いられることもある。完全に乾燥した状態から軽く煮るだけで、上々になり、食べることができるので、朝食用のシリアルに用いられることも多い。上々にして食べる場合は、好みで、塩、砂糖、バター、ジャムなどを加える。中華が湯のように味をつけたり、 具を混ぜ込んで調理することもある。梅干しを加えるなど和風に味をつけてもいい。塩だけで調味する場合は、粘り気のある白粥のような味であるので、朝食に焼いたソーセージなどと一緒に食べられることが多い。日本においてはさほどポピュラーではないが、昭和天皇の洋食タイプの朝食には、いつも供されており、映画、日本の一番長い日によると、1945年8月15日の、 朝食もオートミールであり、思いのほか質素な食事であると作中で言及されている。オートミールに砂糖や蜂蜜などの甘味料と植物油を絡めてオーブンで焼けばグラノーラができる。オートミールを水、または牛乳でふやかし、果物やナッツを混ぜたシリアル食品がミューズである。菓子の材料としてパン、クッキーやケーキの生地に混ぜ込まれることも多く、 オートミールが配合された生地は、しっとりとして、歯ごたえのある食感を有する。オートミールクッキーや、オートミールマフィンは、代表的なアメリカの、お袋の味の一つである。その他、ビール、化粧品、石鹸、外用薬品、肉の缶詰などにオートミールを添加することがある。オートミールから、特に水溶性食物繊維に富む外皮のみを取り出した、ものを、オートブランといい。 アメリカなどでは、水溶性食物繊維の王様として、よくスーパーマーケットなどで反されており、オートミールも含め生産消費も旺盛であることから、日本より、はるかに安価である。近年、オートミールは健康食品として注目されている。オートミールは、塩膜のぬか、肺がなど、の部分が無精製で含まれる、全粒穀物であるため、生白した穀類よりも、 食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富である。食物繊維が食品1 0 0ム中1 0ム前後と他の穀物や野菜と比べても非常に豊富に含まれる。水溶性食物繊維、不溶性食物繊維ともに豊富である。オートミールを食べることによって血中コレステロール濃度が低くなるという研究結果が数多く報告されている。 塩爆の水溶性食物繊維の大部分はベータグルカンである。塩爆由来のベータグルカンについて、血中コレステロール値上昇抑制作用、血糖値上昇抑制作用、血圧低下作用、排便促進作用、免疫機能調節作用などが欧米を中心に多数報告されている。また、塩爆に含まれるベータ1、3グルカンは、心臓病を発症するリスクを低くする。 アメリカ合衆国では、1980年に食、生活指針が策定された前後で、健康への関心が高まっていた。1984年10月に、ケロックが、アメリカ国立がん研究所に認定を受け自社製品に、食物繊維の多い食品はある、種のがんを予防すると表示した。その後、他のメーカーもこれに追従し、このような表示が氾濫していった。結果として、 食物繊維を多く含むシリアル食品を食べる家庭を二百万世帯増やした。九百八十年代後半、オートブランがコレステロール値を改善するとしてブームになり、九百八十九年にピークを迎えた。ブームは九百九十年代初めには衰えたが、九百九十七年一月にアメリカ食品医薬品局がオートランやロールドを打つ。 口術を多く含む食品を低脂肪の食事と組み合わせて摂取すれば心臓病にかかる危険が低くなるという表示をつけることを許可した後オートミールその他の塩爆製品の人気が再燃したロールドオーツは食物繊維を多く含むため消化吸収を緩やかにし血糖値を安定させる働きを持つため激しい運動をする人特にウェイトトレーニングをしている人に人気がある ボディビルダーの中には、アミノ酸や、タンパク質のサプリメントをオートミールに混ぜて摂取する、人が少なくない。東欧や北欧などヨーロッパの寒冷な地方では、古くから、オートミールのポリッジ、カユが、平民の主食とされた。例えば、東欧の家庭的なカユ料理であるカーシャはしばしば、オートミールで作られいる。スコットランドの冷量な気候と比較的短い。 日照時間は小麦よりも塩爆の栽培に適しており、スコットランドでは塩爆は小麦よりも健康的で栄養価が高いと広く考えられている。スコットランドでは塩爆を粗い粉に引いてオートミールが作られる。製品の引き具合は粗引き、ピン、またはピンヘッド、細引きに分けられる。アイルランドでもオートケーキやブラックプディングを作る習慣がある。 オートミールは以下の種類に分けられている。アメリカ合衆国ではチリコンカーンにとろみをつけるのにオートミールを用いることがある。オハイオ州シンシンナティとその周辺ではオートミールと豚のひき肉を混ぜたという食品がよく知られている。バーモント州は一人当たりのオートミール、ポリッチの消費量が全国一である。 バーモント州の農家の伝統に基づいたオートミールは、スティールカットオーツを用いることが本土であり、オートミールを煮る前の日の晩にオートミールを冷水、塩、メープルシロップにつけてふやかしておき、朝の農作業が始まる前に、ナツメグとシナモンを加えて、生姜の粉末を加わることもあるとろ火にかけ、90分、近く煮込み、農作業が一段落したところでクリーム、乳チチ、バターを加えて食べた。 農業人口が大幅に減少した現在では、調理時間は30分から10分に短縮されている。また、低温調理用家電を使って、オートミールを一晩中煮込むこともある。なお、アメリカでは、オートミールの調理に、日本の炊飯器が活用されることもある。テキサス州の近くには、オートミールという名の、小さな町があったため、毎年の、労働者の日。 9月の第1月曜の週末にオートミール祭りが催される。オートミールのポリッジは子供向け教育番組セサミストリートに登場するバートの好物である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。